こんにちは。10月3日週刊仮想通貨ニュースです。はい、うん、ということでね、はい、前回撮影日が26日でした。はい、9月26日ですね。で、今回はそれから1週間経ちました、どう動いたかどうかということです。価格からいきましょう。うん、で、前回言ってたのはですね、戻り売りでいいんじゃねみたいなこと言ってたんですよね。はいはいはい、で、まあ、ちょっと早かったですけれども、ダダダッとこう動きました。うん、まあ、ほぼ持ち合いのような感じですね。あ、はいはいはい、うん、この価格帯で動いたということです。うん、で、まあ、ちょっと冷やしでヒゲなんで分かりにくいんですけれども、まあ、26日からいきますと、この撮影時はですね、うん、冷やしの MA200、 この下の赤い線が MA200 です。はい、ここを、うん、と EMN の200、うん、上の黒い線ですね、これが EMN200 でした。で、この間によってどっち行くかちょっと方向感ない状態やなということで、はい、でも高く、まあ、価格が上がってきたらちょうどいいとこでね、他の時間足とか見て戻り売りでいいんじゃないかと言っておりました、うん、ということですね。で、そっからだいたい22時ぐらいですね、26日の撮影日の夜です。はい、夜に加工を開始しまして 200MA を下抜けて、一時$7,800まで下落しました。うん、で、そっから上値の重いような感じで、まあ、ちょっとずつ上がっていったんですけれども、30日ですね、うん、30日の昼頃にはまた7,770あたりかなぐらいまで落ちていきましたということですね。ほう、そっから24時間で30日の16時ぐらいかな、うん、で高値8,500、はいはいはい、かなり上げましたね。8,000、うん、そうです。だから24時間で10万円幅ぐらいですよね、うん、上げたっていうことです。はい、うん、急騰と言えると思いますね。うん、うん、で、今また、まあ、その価格帯でですね、8200加減とした価格帯で、まあ、レンジを作っているような、ここからさどっちに行くかっていうような状態になっているっていうことですね。はい、うん、で、現在の状況で言いますと、すっごいちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、週足のね、ボリンジャーバンド、ん、うんうんうん、の加減ですね、これね、ここら辺です。はい、で、これにもまあ近いですし、で、もう一つは週足の MA100 です。うん、MA100 がこれですね、この青い線、これが MA100 なんですよ。はい、にヒゲで支えられているような形になってます。うん、うん、さっき24時間で急騰しましたよっていう時は、まあ、アルトコインもですね、全面高になりましたということですね。まあ、さすがにこの急落は下げすぎたっていうことで、うん、まあ、いろんな仮想通貨が値上がりしたっていうふうに言えると思います。まあ、イーサリアムとかリップルとかね、はい、うん、そういうものがどんどん上げてった、 10% ぐらい上げたんかなっていうぐらいの状況になりました。うん、で、価格に影響したニュースとしては、ではですね、その辺の具体的な話入る前にですね、うん、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録の方お願いいたします。お願いします。こちらからできます。はい、このようにですね、神尾 TV で仮想通貨に関するチャート分析やら最新のニュースなどをお届けしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いします。またですね、今現在神尾 TV では新女子メンバーを募集しておりまして、うんうんうん、そうだそうだ、もうこの動画公開される頃のほぼ締め切りに近いと思いますので、うんうん、ご興味のある方はね、急ぎでちょっと急ぎの目で、下にある動画説明欄の方に貼っておきますので、ぜひ一度見てみてください。ぜひお願いします。はい、はい、というわけでですね、流れでダダッと喋ってしまいましたけれども、うん、まあ、前回ね、ね、あのね前回ね前回ね、26日のね、ここら辺で言ってたのは、うん、まあ、高くなってきたら戻り売りでいいんじゃないかと、うん、はい、いうことを言ってたんで、どうですか。まあ、でも前回なんかちょっと分かれへんって言ったいつも分かれへん言うてるやん分かれへんはまず枕言葉としてまず最初に言うとんの保険や、保険的中って言われへんやろあ、分かった分かった、うん、じゃあ今回は的中じゃないっていうことかな。え、ちょい的中、ちょい的中ギャルまあ、一応ね、ここら辺の下落とかがあったんで、うん、まあ、この変なところでね、よっぽど変なところでポジション取らん限りは負けなかったとは思いますけどね。うん、ここら辺でも戻ったら、まあ、ここね、ちょっと取れたやろうし、じゃあこの中でいくら稼いだか言ってくれて、その金額に応じて的中かどうか。いやいや、それ関係ないそれは的中かどうか関係ないじゃないか今回はですね、うん、でも価格に影響したニュースとして、はい、うん、
一応ね、この上昇開始の8時間前ですね。ほうほうほう。ホエールアラートが鳴りました。うん。これツイッターのホエールアラートですけれども、これです。2000万 USDT 新規発行。ほう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 。ですね。うん。で、これで、まあ、2000万ドルですから、はい。約22億円ということで、ほうほう、まあ、実際にテザーがパンプしたかどうか置いといてですね、うん、まあ、大量発行されたことでこういうふうにみんなが沸き立ったと、うんうん、で仮想通貨民は買い圧力の増加を期待でやっぱり買いに入る人ももちろんいたと。なるほど。いうことですね。結局まだ USDT テザーはバリバリやね、発行してるんですね。まだまだ、うん、発行してるどころか、うん、もうバンバンやってますよ。うん、裁判中とはいえ、うんうん、おとなしくなったかと思いきや全然です。22億円すり出して、うん、担保あるかも分からずに。ないでしょ。まあ昨今のですね、うん、仮想通貨業界の価格の目減りも手伝ってですけれども、はい、なんとなんとテザーも今4位ですからね。4位、うん、メジャーじゃない。めちゃめちゃメジャー。リップルの1個下やからな。おお、ビットコインキャッシュを超えちゃったわけですね。うん、そう、ライトコインとビットコインキャッシュをぶち抜いて、うん、ただの何て言うの、ブリッジでもないな、まあ、ブリッジ通貨じゃないですけど、うん、価格を一時置いとく USDT にして USD にして置いとくためだけのものが4位にまでなっちゃったということですね。はいはい。まあ、テザーも大変なんやと思います。今稼いどかな、もっともっと稼がな、はいはいはい、うん、裁判はうまく丸まりかけてますけれども、うん、なんとかうまく逃げ切って、うん、これから弁護士費用だとか、はい、なんとかいろんなところにお金払った費用で、うん、これからやっていかなあかんからね。はいはいはい、うん、だからこういうふうにもうどんどんパンプしてどんどん稼いだろっていう寸法じゃないですかね。もうただの悪いやつの前提で話してる。そうでしょ。チャンスか。みんなそれを分かって楽しんでるところはあると思うんですけどね。で、うん、これ価格に影響したニュースではないんですけれども、はい、ちょっと面白かったんで取り上げました。ポロネックスで、うん、10月2日ですね、フラッシュクラッシュ発生です。ほう、これイーサリアムね。イーサリアムね、うん、イーサリアムのフラッシュクラッシュ発生ですね。ものすごい、下げましたね。15分足とかでも全然追いつかへんぐらいパーンって下げてます。これ20%ぐらい下げてますわ、はい、176から144なんで、うん、これ何が原因か分かってないですね。はい、うん、誤発注かな、システムの異常かな、はい、ぐらいですね。分かんないですね。うん、7分したら寝ぼけて間違ったとかじゃないですか。めっちゃ俺損してるやん。だから今日撮影再延10分遅れたんじゃない。いやいやいや、それ30分遅れるぐらいでいけるんや。鋼やな。でですね、これからどう動くかっていうことをやっていきましょう、うん、はい、うん、で基本はですね、戻り売りということで変わってはいません、うん、なんでここの高値とかでですね、もうショート仕込んだりとか、まあ、今ここからまた戻ってきそうなら、うん、あ、戻るというのは高値つけてきそうならですね、売っていくというような感じですね、はい、ここはこの水平ラインですね、8500あたりの水平ラインは、まあ、とりあえず意識されていると、うん、上値としてね、うんうん、というのでそれを背にショートしてみるとかいうことでレンジが続くかもしれないですし、これを上抜けてもうドーンと上がるかもしれないですし、前回の安値ですね、これ超えて下に行くかもしれないっていう状況です今は。はい、うん、そりゃそうやねんけどね。で一応まだだから上値が、うん、この戻り売りやった後にですね反発しましたけれども、これね、うん、があって反発しましたけれども、上値重い展開っていうのは続いてます。はい、うん、でマイナーさんのショートカバーっていうのも一応もう買いで終わってると思います。ポジションしまってると思いますね。うんうんうん、でこのあとですね、やっぱりまずは MA200 ですね、はい、でこの EMA200、うん、あとですね4時間足で言うと雲、これ久々にまだインジで5で説明してないんですけど出しますけれども、はい、この雲、4時間足雲がですね割とプスッと効いてるんですよね。ヒゲでプスン、ヒゲでプスン、ヒゲでプスンって言って、はい、これが効いてるのでなかなかこれ分厚いじゃないですか、うんうん、今まで
と比べてもだいぶ分厚い雲になってるんで、結構抵抗になるんじゃないかなと僕は今思ってますね、はい、だから上値は基本重いと、基本はだから戻り売り、うん、かもしくはこの4時間足雲とか効いてそうなもの基準に売りに入って、そこまで来たらそこって7760とかですね、はい、まあそこまでいかんかもしれんけど7800あたりに来たらロング入ってみるとか、うん、この底を背にね、レンジを取っていくようなトレード、はい、うん、なんか基本下見つつレンジ取ってでブレーキも取れたらいいなっていうような戦法、うん、戦法というか寸法です下のブレークってことね、下のブレーク、いや、うん、この目もありますか、うん、レンジを基本的に取っていくんで、うん、このここでロングこの戻りでですね、ロング持った場合はこの下のブレーキは取れないですね、はい、でロング持った場合は上のブレーク上まで行くことにやっぱり期待してるわけですから、うんうん、レンジで、でここで帰ったらまたそれは利確して、はい、っていうような感じでレンジを取るような感じかな、うんうん、そのままブレークしてったらいいんですけどね、はい、うん、で、まあ、下行った場合はですね、うん、冷やし戻しますけれども、ここね7500ぐらい7500ですね、この5月22日とかここら辺で6月3日6月6日とかでここ意識されているサポートですね、うん、ここまで落ちる可能性はあると思います、はい、うん、でこの水色のラインですね、7500から7400ぐらいの100ドルぐらいの幅でですね、そこでロングに入るかなと僕は思いますね、もし落ちた場合、うん、はいはい、うんうん、でロング入ってでそれから7400からまだ下行ったらですね、それはロスカットっていう感じかな、うん、うん、このこれを割る割らないでですね、もう今後の動きはだいぶ変わってくるやろうなというふうに考えています。あ、これをダダッと落ちたらですね、はい、もっともっと下まで見ていかなあかんっていうようなチャートになっていくと思います、はい、うん、でざっくりですけれども、うん、これ採掘原価っていうのを BTC.comまあ、マイナーさんで、まあ、3強ぐらいですね、 BTC.com って言ったら、まあ、今強いマイナーさんですけれども、うん、これ勝手にこのアントマイナー S17 Pro 50T っていうやつなんですけれども、機種は、はい、これの採掘原価をざっくり計算してくれてます。でこれがですね、今もうこれ刻々と変わります、うん、このハッシュレートとかディフィカルティ採掘難易度ですね、あと電気代とか、うん、マイニングのマシンの性能とか、はい、そういうのを勝手に入れてくれて、うん、今の原価こんくらいってやってくれるんですよ。へー、ここと変わるんですけれども、今8281ぐらいっていうことですね。これ、まあ、マイナーさんのその掘ってる地域によって電気代も全然違うんで、うん、まあ、ざっくりね、はい、となると今のね価格帯が、まあ、8360億ということで、うん、こっから考えるとマイナーさんのその原価っていうのはですね、もう近いんですよね。近いとも言えるということです、はいはいはい、うん、なんでこれ以上に下げてくることはあんまりないかもしれない、うんうん、というのもありますね、まあ、マイニングマシンって本当にいっぱいいろいろあるんで、うん、まあ、こんな感じでですね、これも性能全然違うんですよ。なので採掘原価も全然違うんで、もう一概には言えないんですけれども、だいたいビットコインドットコムのこのデータは、まあ、参考にしている人も多いと思うので、うんうん、一つの参考になるんかなと思っております。で今のマシン7星の家は何であるんですか。欲しいなぁそれって俺寒いとこ住むわ欲しいなぁなので、まあ、こっから考えるとですね、うん、上値も重いで下もですね採掘原価近い水平ラインも近いってなるとですね、この水準で持ち合うのかなと、うん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 、でなんでさっきも言いましたけど、レンジをうまく取っていく方向で考えた方がいい、でブレイクした方についていけるように準備しよう、はい、というような感じになるのかなというふうに思いますね、うんうん、前回も言いましたけども、中長期やったらもう前回安値ここにロスカット入れてですね、はい、ロングでもいいと思います、うんうんうん、半減期までは、うん、僕は結構楽観的に考えてるんで、うんうん、半減期で価格は上がるっていうふうにね、はい、うん、で短期はですね、さ、うん、何回も繰り返しになりますけど、レンジ取ってレンジ取ってブレイクついていく、うん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 、ただここまで来るとですね、もうみんなが売り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 になってる感じがあるんですよ、うんうん、でどっちやねんっていうふうになりますけれども、今から言うことって、はい、
4時間足とかもうちょっとドラゴンパターンと言われるチャートパターン、ドラゴンパターン、ドラゴンパターンっていう言われるチャートパターンにも見えるんですね、うん、これが足です、うん、でここ背中です、うん、でここ足です、はい、頭です、うん、顎です、うん、ここでこの頭を抜けるとこのだいたいこっからここの足から頭の2倍跳ねるっていうやつなんですよ、うん、へー、ここのちょうどここね、ここの急落の水平ライン、うん、はい、ここまでですねドンと上げる可能性があるっていうことですね、9000、まあ、ここら辺ですね、うんうん、9100ぐらいかな ぐらいまで上げる可能性があるということです。なんでそういうチャートパターン的に言うとですね、もしかして上げかもしれない、ドラゴンパターン、ドラゴンかっこいい、うん、ちょっと勉強してみたくなっちゃったまあここが尻尾なんですね、尻尾、足、背中、足で、これこういうのはたまに225とかでも、まあ、出るみたいなんですけれども、うんうん、でこれ形成した後はここで、もしこれをですねもう一回割れていったらちょっと怪しいなっていうふうになるんですけれども、ここの下のね、うん、ここからですねもう一回高値チャレンジ、もうこれが放送される頃にはもういってるかもしれないですけどね、うんうん、今日中の話かな、だから今日中明日早くの話かな、ドンともしかして吹き上げるかもしれないと、はい、いうことですね。まあそれにしとこうか、予想は、うん、じゃあ上ということで、ドーン上にしときましょうっていうことですね、はい、今回はちょっと長くなりましたけども、うんうん、次回はですね、うん、まあ、ちょっとこまごまとしたニュースがたくさんありました、はい、そこら辺だけさらーっとお伝えしたいと思います、はい、うん、最近ちょっとビットコインが元気ないですよね。いやないねただただあれですよ、これで見ていただきたいんですけれども、うん、検索はね、うん、若干上がってるんですよ。へー、うん、やっぱりこの急落で、うん、ビットコインってなった人が検索し始めたんじゃないですかね。へー、うん、ちょっと低迷してましたねやっぱり、うん、でも、うん、ビットコインで神尾 TV 見てくれる人も少なくなって分かりやすいほんま分かりやすく視聴数出ますよね。そうなんですよ、うんうん、今何が流行ってるかっていうのはね。そうですそうです、うん、うん、ということでね、その世間の興味は若干現れてる、ただ神尾 TV の視聴は落ちている、うん、このコーナーの存続が危ぶまれています初神尾 TV 初のサブチャンネル降格といやーありえるねそっちの方が俺も気が楽でいいかもしれないまあでもここからね、また価格戻ってくれば、うん、まだみんなの関心も集まってきて、うん、なというかもうこの、まあ、ビットコインということに限らないですけども、この辺のデジタル通貨とか暗号資産っていうのはもうここから先避けて通れない話題ですからね。そうですね、またどっかで再び話題になることを祈りつつ続けていこうかなということで。そうですよ、はい、うん、低迷している時期も、うん、僕たちはビットコインを応援していこう、応援し続けてて、そう上がった時にやっぱやってたなって、すごいなって ね言われるように頑張っていきましょう、頑張っていきましょうというわけで、じゃあ次回はですね、いろんなニュースがあったということで、はい、お伝えしていきたい、ナナさんにお伝えしていただこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにチャンネル登録もお願いします。車がトラインアトの登録お願いします。あと、いいねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。皆さん高評価をしていただくと、この動画が YouTube 内でいろいろ拡散され、うん、まあね、このビットコインとかその、仮想通貨の魅力っていうものを多くの方に伝えることができますので、ぜひあなたの力をお貸しお願いします。あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いてありますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。